いやもうね、ちょっと緊張しすぎてあれかもしれませんが、今日はですね、気象がんセンターというところで、約1年ぶりに、がんノートの放送をさせていただきます。国立がん研究センター中央病院の1階にある気象がんセンターとなっておりまして、横にいらっしゃるのはですね、もう気象がんといえばこの方と気象がんセンターのね、本当にことを本当にいろいろやってくださっている加藤陽子さんにちょっと来ていただいておりますので、気象がんセンターのご紹介をお願いできたらと思っております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は雨の中、ちょっと肌寒い中、気象がんセンターにお越しいただいてありがとうございます。そして生放送を見ている皆さん、ありがとうございます。これから動画で見られる方、ありがとうございます。昨年岸田さんたちのがんノートと一緒に共催のセミナーを開催させていただきまして、気象がんセンターという言葉が世の中に周知させていただくことができました。1年ぶりにまた共催させていただくことで、また気象がんが少しずつ広がっていくんではないかと思います。気象がんというのは10万人に6人未満のがんというふうに言われてて、本当に数少ないがんです。ですけど皆さん方、情報がないということで困っていらっしゃるみたいなので、このがんノートさんを通じて情報発信が少しできればいいかなというふうに思っています。岸田さん、どうかよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、気象がんセンターはさっきもフェイスブックにアップさせてもらったんですけど、皆さんにお役に立つ記事を毎日精一杯情報発信しています。皆様からのいいね、フォロー、コメント、シェアをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。私からは以上です。そうですね、気象がんセンターさん、フェイスブック結構更新されてますよね。はい、そうです、毎日やっています。そうなんですよ、すごく情報発信をすごくされていますし、まあ、何か本当にあ、これ気象がんかなと思ったりだとか、あと小児も入るんですよね、気象がんに ね、 そうですね、なんか小児がんでも何かこれちょっとどうかなと思ったら、気象がんホットラインにお電話していただければ、加藤さんだったりだとか、その他のメンバーが、受け答えしていただいて、はい、ご対応していただけるというようなことです、感じですよね。はい、そうです、はい。で、気象がんホットラインも、医療者用と患者さん用、ご家族用、で2つのラインがありますので、お間違いなきよう。 あと一ついいですか。どうぞ。まだ気象がんホットラインの時間公開してないんですけど、皆さんから相談時間をちょっと長くしてほしいというご要望をいただきまして、今週ですね、ホームページに9時から4時なんですが、8時半から4時ということで相談時間を長くしていくことを公開する予定ですので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。その分早く来ないといけない。いや大丈夫ですか。8時半から勤務してますので大丈夫ですか。今ねすごくね、働き方改革は叫ばれてますけど大丈夫ですか。大丈夫です。患者様のために私たち頑張りますので、はいはい、なので、はい、ぜひぜひもし何かあったらお電話いただければ、気象がんセンターさんにお電話いただければと思っております。加藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、今日のゲスト、はい、ご紹介していきたいということを思っております。じゃあこちらに、はいはい、今日のゲストはですね、りょうさんになるのですが、ちょっとその前にがんノートの紹介もさせてください。はい、がんノートはですね、あなたか私のがんの話をしようということで、今2人の1人はがんになる時代になってきています。そんな中でですね、がんノートが考える患者さんの悩みとして3つ考えておりまして、まあ、センシティブな情報の不足、ネガティブな情報の蔓延、そしてマイノリティ孤独といったところをですね、一歩踏み込んだ情報の提供だったりとか、明るいロールモデルの提示、そしてつながる場所を提供していければなということを思って活動しています。その手法としてですね、まあ、当事者同士のトーク、そして、まあ、今この生放送で配信しているこのリアルな姿、そして今このネットの配信を通して、まあ、場所は違えど他のいろんなですね、各地の方とこの時間を一緒に過ごしていきたいなということを思ってがんノートを始めております。またがんノートはですね、皆様のご寄付によっても成り立っていますので、もしよければホームページからですね、ご寄付のちょっとご支援をお願いできたらということを思っております。よろしくお願いいたします。そして今日は、気象がんセンターさんの、ですね、この待合室を借りて、お花今日は放送しておりますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、そして今日僕はですね、岸田徹と申しまして、肺細胞腫瘍のがんの経験者です。当時はステージ 3B で、
ございました。今は NPO 法人壇ノートの代表理事としてですね、今日はりょうさんをインタビューさせていただければなということを思っております。はい、では今日のですねゲストのりょうさんの紹介をしていきたいと思うんですけれども、りょうさん、はい、もしよければこれをちょっと読んでいただいて、はい、自己紹介していただけますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私は渡辺亮と言います。がん種類は舌がんでステージ 4A でした。闘病としては2015年8月から、36歳の時から闘病生活を送っております。現在は経過観察中で、今40歳となります。はい、はい、ありがとうございます。舌がんですという形ですけれども、今ねしっかりはきはきこう喋られていたということもあると思うので、ちょっとそういったところもねお話を聞いていきたいなということを思っております。ちょっとりょうさん、はい、もうちょっとだけこっち来ていただいていいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、OK です。はい、ではですね、ちょっとりょうさんのどうやってがんが発覚していって告知を受けていったのかといったところをですね、りょうさんにお話ししていきたいと、いただきたいと思うんですけれども、まずどうやってがん、その舌がおかしいなと思ったりとかしたんですか。はい、私は全然自覚症状っていうのがなくて、たまたま2015年の8月ですね、耳に、趣味でサーフィンをしてるんですが、耳に水がたまりまして。ちょっと待ってください、はい、趣味でサーフィン。趣味でサーフィン、はい。めっちゃだって黒いですもんね。でも今年はあんま生えてないですよ。あ、そうなんですか。はい、まあ、この黒いのはまた後で理由が、ね、はい、だんだん分かってくると思うので、はい、趣味でサーフィンをしていると。はい、イケメンやな、はい、趣味でサーフィンしてて、はい、はい、はい、すみません。で趣味でサーフィンしてて、はい、耳に水が溜まりまして、はい、で近所の耳鼻咽喉科の方にかかって、はい、まあ、耳の水は本当もう数十秒で取れたんですが、うん、他にどっか気になるところないって言われましたん でちょうどその前の週に首のリンパが腫れたので、まあ、腫れましたみたいな話をしたら、じゃあ口の中見てみましょうって言って見てもらって、下の腫瘍が発覚して、下の腫瘍が口の中見てみましょうって、あ、口の中見てみましょうって言って、見て、もうすぐに扁桃腺どころじゃなく、その下の方の腫瘍を先に発見されまして、で、もうこれはちょっと顔つきが怪しいから、すぐに大学病院に行きなさいって言って、紹介状を書いてもらいました。その時、口の中を見てもらったのは、何の検査で、その画像の検査なのか。いや、本当、目視で、目視でだけなんですよ。はい、目視で見ただけで、なんかどんどん奥見ますよね、こう、下にこう木の棒が出てこうやって見るじゃないですか。はいはいはい、それをやった先にもうすぐに下がおかしいって、はい、へえ、あ、そうなんですね。でそれで病院、はい、大学病院とかを紹介されていって、そうです、はい、いう感じなんですね。で言われてみると、うん、確かにその治りにくい口内みたいなのがあって、なんかいつまでも傷っぽいなって思ってたんですが、ただそれが痛いとかそういった症状ないので、まあ、ずっと放置してたんですよね。へえ。あ、じゃあ本当に最初は、まあ、サーフィンしてて耳に水がちょっと溜まったから、はい、それで耳鼻咽喉科に近くのクリニック的なところですよね。はい、はい、そうです。耳鼻咽喉科に行って、はい、たまたまその後に舌を見てもらったら発覚したってこと。はい、本当にたまたま運良くというか。けど普通だとそのクリニックで舌見てもらってもその舌がんってあんまりいないから、はいはい、普通に見過ごされるっていうか、はい、っていうことじゃなくて、なんかその先生がもう知ってらっしゃったんですね。たまたまそういった総合医薬病院の方でそういった勉強されてる方だったみたいで、研修とかも見ててたので、そのタイムリーだったんでしょうね、タイミングとしては。で、じゃあ、紹介されていくということになると、はい、病院を、はい、その時の、じゃあがんの告知を受けたのはその大学病院で、はい、翌週大学病院に行って、うん、で生検といってこう下の組織を一部取って、それを検査にかけて分かったので、実際がんの疑いって言われたのはその発覚して2週間後ぐらいになりますかね。発覚して2週間後 1週間、1週間ちょっとぐらい、10日ぐらいになると思います。その間って、はい、結構最初のクリニックから1週間ちょっとって結構不安じゃなかったですか。まあ、ただまだがん確定ではなかったですし、そもそも私が下にがんができるっていうのを知らなかったので、あんまりこう深く考えてなくて、でなんかどっちかっていうと運がいい方なんで、まあ大丈夫だろうみたいな根拠のない自信で、はい、そうか。
でそこからじゃあ自分 の, あの大学病院で直接受けるわけですね、はい、告知を、はい、一人で受けました。その時はその時一人でした。一人で行って、はい、で舌がんですと言われた時、はい、結構その時はショック受けなかった。その時も明日にがんってできるんだからよ。いやでもいざそう言われてみるとがんって、まあ、当時はがんイコール死みたいなイメージがあったのでいよいよやばいかなって思ったんですが、ただその時に主治医の先生が言っていたのが、うん、5年生以上は 90% 以上だし発語明瞭度喋る方も 80% ぐらい回復するよっていうことを言われていたのと言われたんですね、まあ、ステージ1だからっていうことでもあって、うん、それは、はい、あ、最初見つかった時はステージ1 でステージ1なんで5年生の率は 90% 以上、うん、でしかも3分の1か4分の1ぐらい切るぐらいだから発語明瞭度も 80% ぐらいまで回復するよって言われまして、であればまあしょうがないなと。がんも今すごい増えてるし、まあちょっと何て言うんですかねまあはいまあね増えてるし、まああのまあそれぐらいだったらまあちょっと取って治るんだったら、はい、まあ、はい、まあちょっと仕方ないなというぐらいのことを思って、はいそうですね、その時はあの考えられてたってことですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそこからじゃあもうすぐ発覚して告知されてあの治療に行ったって感じですか？そうですね、もう発覚して、うん、で、もう2週若いからということで、うんまあ、進行も早いだろうって言って主治医の先生がもう2週間後ぐらいに手術の日程を抑えてくれてまして、うん、もうなんかあれよあれよという間に手術が迫ってきたっていう感じですね。そうなのか。あれですね、スケッチブック僕、はい、忘れてきちゃった、すいません、はい、そちらにあるスケッチブックを、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこちらで、はい、どどん、はい、2015年がんが発覚し、はいはい、そして8月に、手術し入院に入っていくと。はい、あ2015年の8月にがんも発覚してそのまんま、はい、手術入院に入っていくということですね、はいはい、もうじゃあその先生からじゃあすぐ治療あの手術してっていう話で、はい、もうスムーズに受けれました手術とかは。そうですね、はい、もうなんかもう当時その放射線という頭もなくて、うん、手術してちょっと切れば治るだろうみたいな結構愛人考えてた部分があって、うん、で手術をまあそのまま、受けていきます、はい、もうその時どれぐらい入院しました？私2回入院して手術入院してるんですが、はい、1回目は2週間でした。1回目は2週間、はいはい、1回目2週間で切ってで、はい、帰って、はい、でその後そうですよね、手術して入院して10月にまた再発転移、はい、手術入院って書いてますけど、はい、これをちょっと待ってください、ねはい、ちょっと整理するのが難しいな。あれ入院してで、はい、退院して、はい、で再発したんですか？そうですね、まあ、退院したのが、入院したのが8月の中旬ぐらいに入院をして2週間なんで、うん、大体8月いっぱい、入院をしてました。で退院してきて、うん、職場復帰したのが9月の中旬ぐらいなんですが、その、間に大体毎週こう病院に、なんていうんですかね、治療で経過観察で通っていくんですが、その間に実はその切ったがん下切った下の部分にまだもしかしたらがんが残ってるかもしれないって、断端陽性、断端陽性、はい、断はですね、断層の断に、そうですね、はい、端は端っこの端、はい、でそれは陽性っていう形、はいはい、かもしれないっていうようなことを、主治医から知り合いまして、うん、で、まあ、もしかしたらがんがまだ下に残っているかもしれないっていう状態だったんですね。でそんな不安にも駆られながら、まあ、セカンドオピニオンも行きつつ、まあ、経過を見ていたらなんかある時に首のあたりにポコッとしたビー玉剤ぐらいのものがあることに気づきまして、うん、でまあ、もしかしたらそっちがんが再発するかもよみたいな話を聞いていたのもあったので、いよいよ来たかと思いまして、で、
主人を診察するときに主治医に連れると、これもしかしたらがんかもしれないっていうんで、もうすぐに検査になりました。じゃあちょっと整理すると、まあ、8月いっぱいで1回、はい、全部終えて退院して、はい、で職場復帰9月ぐらいにしていって、でその時ぐらいにもう、はい、首のところだったりとかが腫れとかもに気づき、はいはい、で、また病院に行って先生にちょっと相談したという感じですね。その時にまあ団体陽性も分かっていてってことですよね、はいはい、その時までには、はい、でそれからどうしたんですか。先生に相談しに行って、はい、ですぐ手術受けようと。そうですね、もうすぐに CT の検査をして、うん、それで血液検査とかもして、でもうすぐもうなんか手術 しましょうみたいな段取りになってしまいまして。ただあれですよね、その間に先ほど言ったセカンドオピニオン行かれたとかって話してませんでした、はいはい、それは自分の病院で通っているのにセカンドオピニオンも考えられたんですか。はい、それはなぜというか、まあ、その団体陽性って言われた時点でちょっとその一度目に手術した病院っていうのが少し不安があったので。一度目の病院が、はい、某大学病院だったんですが、ちょっと心配があって、でしかも、まあ、団体陽性だ、じゃなかったとしても心配なんで、おそらく舌をもう少し切った方がいいんじゃないかっていう思いがありましたので、それでセカンドオピニオンの病院でもしそのやるとした場合、どのぐらいその後遺症が出るのか、後遺症があまり出ない形で手術ができるのかっていうのを相談しに行ってました。じゃあ最初の病院はその団体陽性とかも、それってめちゃくちゃ切ってたら出てないようなものなのじゃないですかね。だからちょっと取り切れなかったという言い方変やけど、はい、っていうことよね。そうです、中央エルを重視するばっかりにそういう部分を減らした結果残っちゃったかもしれないっていう状況よね。だからそれおいおいおいとなって、でそれでちょっと不安だからセカンドオピニオンで、はい、もうちょっと来た場合どうなるのかっていったところを違う病院に見に行ったと、はいはい、そのセカンドオピニオンはどうやって決めたんですか、はい、その場所行く場所場所はネットでググったのか先生のなんか紹介か。ああはい、なんか私の義理の母が医者で、はい、義理の兄も医者なんですねまあ、妻の奥さんの、はい、すごいですね。母親とお兄さんが医者っていうのもあって、うん、で妻もがんの研究に携わっていたことがあってそんな家なのすごいやん。もういいやん、もう最初からそっち相談してたよ、まあまあ、そういうところもあるんですけど、なんかまあ、そしたら、まあ、いよいよまずいってなったので、うん、結構真剣に調べてくれたんですね、そこで。へぇ、で、そこにセカンドオピニオン行ってみようというようなというようなところを紹介してくれたんや。はい、あ、じゃあその義理のお母さんがいろいろ調べ、そうですね、調べてくれたりとかしてくれてて、はい、ここ行ってこいと、はい、いうことでセカンドオピニオン行くだけ。セカンドオピニオン行くだけです。はい、でそのセカンドオピニオン先ではどう言われました。セカンドオピニオン先では、まあ、やはりまあ、舌を今で申し取って、うん、場合によっては予防的に頸部郭清、首のリンパ節を取った方がいいんじゃないかということを言われまして、あ、なんだ結局前の病院とやること変わらないじゃんと思って、ね、で、うん、一回セカンドオピニオンはもうそのままになっちゃうんですよ。うん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 、そっか。じゃあまあ言ってること変わらへんなということで、はい、まあ、でそれでどっちを取ったんですか。最初の病院なのかセカンドオピニオン病院先のか。あ、結局セカンドオピニオンの方を取りました。こっちへ行ったの。こっち行きましたやること変わらへんのに。まあ、最初の病院に不安があったってことがまず一つ、はいはい、それから二つ目としてはやっぱり治療をたくさんやってる方がそれだけ手術の回数も多くやってるので安心できるかなっていう部分と、まあ、失敗も少ないかなっていう部分で選びました。あ、じゃあそこでじゃあセカンドオピニオン先で次手術していきたいとなった時に最初の病院に、はい、なんかいやちょっと違う病院で手術するんですいませんっていうのなんか言いにくくなかったですか。いやもう自分のことなんでね言うしかないですよねそこは。
自分で言ったの。自分で言いましたね。ちょっと先生チェンジでお願いします、ね。チェンジ。チェンジ。先生嫌な顔されませんでした。それが結構いい先生で、もうすぐに資料集めてくれて、はい、でこれを持って社会のピザ行きなみたいな感じで渡してくれたんで、その点は。良かったですね。良かったですね。はい、そう、なんかなかなかね、セカンドオピニオン行きたくても、うん、ちょっとあの、先生になんか言われるんじゃないかっていうのでね、行けない人もいるので、結構やっぱもう今は結構ね、ちゃんとすぐ渡してくれたりとかしますよね。そうですね。はい。で、すぐ渡してもらって、で、セカンドオピニオン先行って、はい、で、そこで聞いて、そちらでじゃあ治療していこうとしました、はい。結構もうそこまではすぐスムーズに行きました。その最初の病院からセカンドオピニオンまで。何週間待った、何ヶ月待ったとか結構あるじゃないですか。あ、それがそうですね。最初行った時は1ヶ月ぐらい、あの、手術までの間が空いてしまうって、もう結構人気があるというか、混んでる病院だったので、セカンドオピニオン。はい、セカンドオピニオン先は。で、手術まで結構日数があったんですが、うん、たまたま枠が空いたんで、2週間後にできるよって言われたんですよ。へぇー。そんなのもあって後押しをされて、セカンドオピニオン先に決めちゃいましたね。ただ2週間先じゃないですか、それでも、はい、だってもう再発してね、もうがんがあるって分かっていて、その首も腫れてきてるんですね、はい、ポコッとね、はい、不安じゃないですか、その2週間。そうですね、はい、ていうかもう本当なんか自分は思考停止状態でしたね。もう家族任せ、はい、思考停止で、家族任せ、家族任せ、医療者任せみたいなところで、もう2週間来るのひたすら待つみたいな。そうですね。なんか、うん、あんまり考えないようにして。考えないようにして。はい。いらっしゃったと。はい。はい、ありがとうございます。実はそこで再発して、そのね、あの、セカンドオピニオン病院先で手術を受けることができました。はい。この時はどれぐらい入院しました？この時は40日間入院しました。前回1、2週間でしたっけ？前回は。前回2週間ですね。ちょうど。はい。次は40日間。1ヶ月ちょっと。はい。はい、それはその中身は結構がっつり聞いたから。そうですね、まあ、なんせ手術時間は10時間に及びまして、手術しては舌を半分切って、うん、亡くなった舌の部分にこの腕の肉を移植して、でこの腕の肉が亡くなった部分には組織部、股のところの皮を移植して、太ももぐらいのところの皮を移植して、はい、移植してっていう手術だったので、あとあれもやりましたね。気管切開もしました。気管切開、はい、こう切って切って空気吸えるように、空気吸える便を入れたりとかっていう手術がだったので、まあトータルで10時間かかったっていうのがまず、はい、すごいな、そういう手術されてたんですね、はい、はい、その手術、まあ、受けて、でその後、まあ、はい、40日間の中でどういったことをしました、はい、そのリハビリとかもしました？はい、あ、はい、でまずあの手術後はすぐ ICU に入ったので、うん、ICU 近くありまして、うん、で一般病棟に移ってきたんですが、なんとそこで肺炎を併発しまして、1週間ぐらい隔離されて、でそこでちょっとその退院の手術が狂ってしまったんですね、うん、で伸びて、で中ではもちろんある程度食べれるようにならないと返してもらえないので、リハビリもしつつという感じですかね。その時に病院の食事とかは普通のもの出されるんですか、はい、それともなんか流動食？あ、もう初めはまず初めは口から食べれないので、鼻から管を入れて経鼻成長栄養ですね、が2週間、うん、でそれが取れてから、産部粥とか本当にもう柔らかい、うん、お米の形がしてないようなおかゆから始まりました、ね。首じゃない、その口の中がそのからなんていうんですかね、あの口の中だって切ってるから、はい、結構大変なことになってるわけじゃないですか、はい、痛かったりだとか、はい、そういったものが引いてきたのってどれぐらいの時期ですか？結構なんだかんだ、まあ、どこを引いたっていうかわかんないですが、3週間後とかの写真を見てもまだこう生えてるので、あ、はい、入院中はほぼ生えてるはずじゃないですかね。あ、そっか。ただ食事はなんとか、はい、あのその流動食終わってからはやってきてたと。はい、
ただそれがすごいのは2週間も口を動かさないでいると全然口が開かなくなっちゃって指一本も入んないですよ。へえ。まずこう口を開けるとこから始まるんですか。開けるとこから察知するんですか。はい。へえ。え、でその中であれ、あの喋れるようにならないと返してもらえないって言ってたじゃないですか。喋れるように、あ、食べれるように、はい、喋れるようになったらまた違う。もう全然、はい、まず食べれるようになったって返してくれるんだ。はい、はあ、で頑張ってその食べれるように、それはもう徐々にですもんね。はい、それで40日間かかって、まあ肺炎もあったから、はい、40日間かかって、その治療中辛かったことっていうか大変だったことって何ですか、その入院した時。大変はやっぱりあのコミュニケーションを取るのに全て手段とかジェスチャーになるので、本当に意思の疎通が大変だったなっていうことですね。その時何か工夫したこととかあります？工夫したこと、何かあのその筆談とかする時に何ですかね、あのよくあるじゃないですか、あのなんか黒板みたいな、何かあの書いて通知してるようなやつだったりとか、ホワイトボードを用意したりとかもしましたし、手話の勉強とかもしたりとかもしたんですが、手話の勉強もしたんですね。はい、できるようになりました。ちょっとは覚えましたね、そこで。へえ。もう今はあんまり今はあんまり使わない。はいはい。そっか、じゃあもうその中で、まあ、手話とか覚えたりだとか、はい、まあ、筆談でこうコミュニケーション取って、でようやく喋れるような、あ、食べれるようになって、はい、そこから喋れるようになるためにはどうしていくんですか？はい、入院中ももちろん前後リハっていうのがあって、前後リハ、あ、言語、あ、言語リハ、言語リハですね、はい、言語療法士さんが一緒にいて、それこそアイウェオとかの朗読から始まるんですが、うん、そういったものをやって、でやっぱ舌がなくなった分ですね、とか舌が半分ないで動かないところもあるので、自分が思っている発音が全くできなくなってしまうので、そのなくなった状態でどう発声するかっていうのを学びながらリハビリをしていました。そう、ちなみにちょっと僕全然想像できないんですけど、舌が半分あって半分ないわけですよね。はい、どう発音するんです、どうやるんですか。もうどうやる、どう説明されるというか、はい、舌がもうそれこそ何だろう、ちょっと勉強不足ですいません、あの舌の先を上につけたりとか、それこそ何だろうな、舌を なんか舌をこう塞いだ状態にして音を出したりとか、一部分をこう開けたりとか、自然とやってるんですよ。両端は上についていて、真ん中が空いてるとか、そういう状態を無意識のうちに作り出してるんですが、半分ないんで、もうここが、空洞というか、空洞ですね。かっこいい空いてしまってるんで、それをどう補って喋っていくか、っていうのをイメージして喋っていかないと。それを補うために、はい、今までと同じような喋り方で今発音されてます。はい、もうやっぱ全然違う。昔と今はそんな意識してないんですが、リハビリをやるときはすごく意識をして、どこを触れてるか触れてないか。でそれこそ、昭和大学のリハビリが結構有名で、そこで、器具を作ってもらって、自分のその舌がどこに当たっているかっていうのが、こう入れ歯みたいなのに電極がついていて、触れた部分が分かるモニターがあったりとか、へそういうのを見ながらどこが上がってどこが、はい、どこが当たってどこが当たってないか、こういう発生するにはどこが空いてるのかとかっていうのを、こう視覚的に学びながら発音練習しました。すごいな、そういうのを、そういうのしないといけないってことですもんね。しないとなかなか思ったような言葉にはならなくて、それでどれぐらいかかったんですか、その思うように喋れるまでに。自分が人前で恥ずかしくなく喋れるようになったのが2年間かかりました、ね。2年か、はい。2年か。え、じゃあ恥ずかしく喋れるようになったの？恥ずかしく。どうなんですかね、恥ずかしくなく。あ、恥ずかしくていいです。そのコミュニケーション取れるようになったのは。はい、頑張って、
喋ってるつもりで、最初のうち、もう退院してすぐ買い物とか頑張って行ってたんですが、これがまた通じなくて。ああ、そうですよね。はい、で通じないと、ショックを受けてトラウマになるんですよ。でどん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 落ち込んでって、もう負のスパイラルで。そうなのか。はい。え、で、どれぐらいかかったんですか？半年ぐらい。半年ぐらいではちょっとは。そうですね。それこそ母親に全く最初通じなくて、言葉が。母親がやっと分かってくれたのは、それこそ半年とか1年とかかかりましたね。やっぱそれがかかるんですね。はい、そっか、ありがとうございます。まあ、そんなね、治療をこうしていって、で、ここで手術して、これで終わり？一旦は。その治療的なものでは。はい、で、その後は？あ、あるじゃないですか。あるじゃないですか。その2016年1月、スノーボード復帰。いやいや、スノーボード初めて聞いたんですけど、ちょっと待って。スノーボードネタ今初めて出てくるんですけど、ちょっと。あれ、サーファーじゃなかったでしたっけ？サーファーですね。サーファーでスノーボーダー。はい。もう完全にあれです、イケイケですね。いやいやいや。はい、ちょっと遊びのイメージ少ないよ、あ、遊びのイメージじゃないです。あの、ただ、はい、すごくあのリアルが充実されている方だなと思っているだけであって、はい、まあ、あの、その、まあ、後でちょっとスノーボードの話をちょっとしていただくんで、一旦、まあ、あのさらっと見ておいていただければ、はいはい、スノーボード復帰していくと言って、はい、でそれで職場復帰、はいはい、ちなみに、まあ、あの後でもお伺いしますが、職場っていうのはどういった職場ですか？はいはい、その時は、もうズバリ言っちゃって、もうズバリ言っちゃっていいです。あの、神奈川県の平塚市に住んでるんですが、そこの平塚市役所に勤めていました。市役所職員であったというところ、はいはい、あの市役所に復帰したということですね、はいはい、でその後、日本全日本 SB 技術船5位入賞、 SB ってあれですか？スノーボードの略ですね。あ、スノーボード、さすが。やっぱね、やっぱそうです、 SB です、 SB 今時やばい、俺だいぶなんかあれやな、ちょっと時代がね、ちょっとごめんなさいスノーボードの技術戦で5位入賞、はい、はあ、すごいですね。あれですか、じゃあ、あの、あれ、あの、市役所で働きながらスノーボーダーとしても活躍されているみたいな。そうですね、はい、はい、こんな感じ で、はい、で念願のデモンストレーターに、デモンストレーター、はいはい、デモンストレーターとは何ですか？はい、スノーボードデモンストレーターという、公益財団法人全日本スキー連盟の SAJ スノーボードデモンストレーターというのを今現役でもやらせていただいているんですが、これは、指導員の指導員、インストラクターのインストラクター、指導員の日本代表みたいに考えてもらえれば結構なんですが、当時は12名、全国で12名いるうちの一人として、日本のスノーボードのそういったメソッドを、伝達していくような仕事をさせてもらってました。はあ、スノーボーダーの先生、まあ、あので、日本で12人しかいない、はい、そのトップを教えるトップの先生みたいな、はい、先生の先生みたいな感じですかね。はあ、ガチっすね。ガチでやってましたよ。ガチですね、はい、すごい。うわ、もっと なのに、あ、分かんないですよ、平塚住んでるんですね。ごめん、まあ、よく大変ですよね、はい、ね、もうなんかもう北海道とか行ってとかじゃないんですね、はいはい、そうですね。平塚で、はい、ちなみに山はどこに行くんですか？山は新潟の湯沢町に行くことが多くて、ガー湯沢というスキー場が今ホームゲームで、へー、そこの近くには住まないんや。まあ、サーフィンもしてるっていうので、海もそばにあってほしかったのと。いや、新潟もあると思うよ。いや、日本海ダメなんですよ。あ、日本海は南じゃないんで。はい、やっぱ太平洋側。太平洋側の方が。え、スノーボーダーですよね。あれ、あ、うん。まあ、平塚は結構大好きで、平塚は生まれてずっと。あ、生まれもね、平塚だったらね。生まれも平塚から出ることなく、はい、今までになってしまったので、うん、そっかそっか、ありがとうございます。ちょっとね、今あのコメントもちょっといろいろいただいているので、うん、コメントでちょっと行かせていただきます。今日もオンタイムで視聴させていただきます、楽しみにしてますとかね、まあいろいろ、あの、久々で元気もらってますとかね、動画配信楽しく見てますとか、そうですね、フレイヤーナがベストの位置にある、そうですね、
そう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 、この、はい、専用の方眼のチーム ACC の、運営されている、浜田さんが見てくださっていて、はい、ね、ベストな位置にあったりとか、たまたまですからね本当にね。あ、まあ、あの、たま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 いい位置にこうカメラアングルがあったということでしといてください。でも、口の周りの筋肉も使わないと口を開けられなくなるのですね。リハビリされている時、顔が筋肉痛になったりとかするんですか？あ、しますします、本当に。もう最初10分ぐらいこうやってるだけでも、もうこの辺こうなんかこうばってしちゃって、筋肉痛になって言ってると。はい、そのコミュニケーションの手段が変わると、思ったスピードや内容を伝えることもできず、もどかしさも大きかったんでしょうねと。おっしゃる通りで、はい、もうイライラして結構家族に当たりましたね。はい、もう妻なんか知っとってほしいじゃないですか。なんかただでさえ家族ってこうなんか充実しくなってしまうんですが、なんかもっとこう充実さが出ちゃってると思います。ね、2年は長いですねと、その、ね、はい、あの話せるようになるまですごく頑張りましたねとか、はい、ね、先生の先生、別のお仕事しながらそれだけのスキルをお持ちなんてすごいですねと。褒めてばっかりですね、みんな。そうですね、はい、ちょっと、はい、あとでだんだん落としていくんで大丈夫です。はい。はい、まあ、そんな中でデモンストレーターになりました。で、その後ドン、はい、2017年3月日本スノーボード技術戦準優勝。なんかちょっと上がっちゃってますね。そうなんですか。はい、すごいじゃないですか。いや、実は手術、病気になる前は最高が6位だったんです。なんで手術後の、病気の後の方が実はスノーボードの成績が向上していて、はあ、すごく不思議な状態です。うん、そうですね、はい、まあそれ準優勝してますけどね、すごいことで、はい、でその後2018年3月にも8位入賞しでデモンストレーター2期をされているということで、はいはい、今そういった中で活躍されているというイメージでいいですかね。はい、はい、そしてさっといきますけれども、2018年がんの公演、はい、これは普通の一般の公演、はい、これは、地元の白塚市で、私を題材にして、はいはい、がんの公演をさせていただきまして、白塚市で、はい、100人ぐらい集まっていただきましたね。わあ、すごい、はい、でがんの公演をしてからラベンダーリングって書いてますけど、はい、ラベンダーリングとは、はい、ここにいっぱい写真が貼ってあるんですが、ちょっと私の写真が上にこんな感じで、はい、はい、いろんな写真がこれですね、まさにラベンダーリング、はい、メーカーズロコトっていう、はい、私も去年の8月に写真をメイクをして写真を撮っていただいて、それがすごく自信につながったんですね。そうですね、まあ、はい、プロの写真家さんが写真、はい、写真撮ってで、その時にね、はい、メイクもして、で患者さんのね、こう本当にはつらつとしているというか、はい、そういうところの写真を撮られているというようなことがあって、それにで、はい、撮ってもらったということですね。はいはい、その後テレビ出演、はい、これはテレビ東京の一流を伝えるという番組に出させていただきまして、時間は5分ぐらいの、まあ、短い番組であるんですが、私のスノーボードの活動を通じて、まあ、がんを克服したというところに対して、まあ、クローズアップしていただいて取材をしていただきました。はいはい、もしよかったらね、アーカイブもありますから、もしよければ、はい、見ていただければと思います。そしてテレビに出てからちょっと調子乗って退職する。はい、そうですね。こう退職っていうのは市役所を辞めたってことですか？まあ、さっきね、はい、過去で市役所に勤めていたとおっしゃっていましたけど、はい、退職されると。はい、これは何故？去年の12月に退職をしました。実はもう2018年入ったぐらいから、がんと仕事の両立をするのがすごく、まあ、なんか難しいというかジレンマを感じていまして、でこれって初め個人の問題かなってずっと思っていたんですが、社会の問題なんじゃないかってことに気づき始めて、それからなんかすごく仕事に対する、モチベーションというか気持ちが下がってしまっていたので、それで次のちょっと夢に向かって退職を決めました。はい、その次の夢というのはこちらになります。ドン、はい、今年の1月市議選に立候補したと。
はい、平塚大好きですもんね。そうですね、平塚愛が溢れてますんで、はい、それで立候補して4月に当選されているということで、はい、平塚市議に今なられていると、はい、もう会期は終わりました？もう、6月次回はつい先日終わりまして、はい、まあ、こんなしゃべりですがちゃんと質問もさせていただいて。おお、さすが。でそんな忙しい中ガンノートにガンノートをお話して、ね、本当に出ていただいて、そうありがとうございます。ありがとうございます、はい、この貴重な機会をいただいていただいてありがとうございます。当時のですねちょっと写真をちょっと振り返っていきたいなということを思っているんですが、写真を、今からちょっと今日多めで 5、6枚 お伝えしたいと思います。写真どうも。はい、はいはい、これがこれいつのタイミングの写真ですかね。これは2回目の手術の前になります。10月の中旬ぐらいですかね、2015年10月中旬ぐらい、当時36歳でした。お子さんもと一緒に写ってらっしゃるという形で、はい、手術これから行ってくるぞっていうような写真になる、はいはい、いいですね。まあ、そこから写真で手術を受けてこんな感じになります。はい、この鼻に入ってるやつは何ですか。これが鼻から栄養入れてるやつ、はい、手術受けてで首のところのやつがあれ、はい、気管切開した蟹上っていうこの空気の弁ですね。空気の弁、はい、じゃあ空気はこの時はそっからしてるの。呼吸はこっからしてます。呼吸は首からしてる感じ、はいはい、これ首締まってないですか、大丈夫ですかこれなんか上になんかそうですね、縛られてますよね、まあ、けどこれでできてるってことですよね。ここに穴が開いてポコッとはめてるので、これは別に、はい、はい、まあこれでね入院しててで、そしてちょっと次が手の写真になります。はい、はい、うわー、結構ですね。結構切りましたね。結構切りましたよ。今も、はい、見ます？見えますか、ね、見えますか、あ、見えるかな、はい、でも今こんなに綺麗になりました。あー、だいぶ綺麗になってる。はい、こんな感じですかね。はい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 、あ、けどやっぱ色が違いますね、そこは。はい、はー、これは太ももの肉を今入れてる、はい、太ももに、また、太ももの、太もも付け根、付け根の皮を、付け根の皮ということですね。はい、はい、で、その中で、次にこの写真がこちらになります。はい、これ首、はい、のやつですね。はい、はい、次これ首、はい、これもこの頸部覚醒、目ばかりの皮膚がそれ ね、 かりますね。だいぶちょっと待って、これもちょっと、はい、だいぶ今こんな感じ、はい、見えます、はい、あ、だいぶけど綺麗になってますね。はい、これが手術した時に切ったやつってこと。そうですね、はい。痛かったですか、やっぱり。まあ痛みあんまないですよね、もう麻酔とかそれこそ、うん、モルヒネとか入れてる状態だったので、初めのうちは。え、けど、あれじゃないですか、それ切れたらだいぶやっぱ首回すの痛いとか。ああ、でもリハビリしようって結構動かしてましたね、初めのうちから。はい、突っ張ったりとかしないですか。突っ張りは未だにあります。未だにあります。はい、もう今日みたいに雨が降るともう最悪で。ああ、はい、そうなんですね。もう、まあけどこの痛さとか、痛さっていうかだいぶ和らいできたっていうことですよね。はい、なかなかね。はい、でその後にですね、はい、この手術を終えてそして復帰していきます。どうも。はあ、すごいですね。なんかもうこれこける寸前なんじゃないかとしか思えないんですけど素人目から見たらね。これはいつの写真ですか。これは退院してそれこそ4ヶ月後の全日本大会。4ヶ月後に出てるんですよ、これ退院して。頭おかしいでしょ本当に。普通にできました、これ最初。本当にできなくて、
でしょうね、はい、2016年1月に復帰したんですが、本当不便なくて、でも最初のうちはもうやめちゃおうと思ったんですが、なんかでもこう麻薬みたいでやっぱりもう一回行きたくなっちゃうんですよね。でやってるうちにだんだん滑るようになってきて、楽しくなってきちゃって、当時もう本当がんになったら何もできないと思っていたんですが、でも主治医の先生にまたスノボやりたいんですって言ったら、夢を持つことが一番のリハビリになるから、体に無理のない範囲で行ってきなって言ってくれまして、はあ、いい言葉、はい、そっか、夢を持つことがリハビリになると、はい、いうことで、でこれがまあその時ですけど、この後にね、その1年後ですかね、はい、しっかり、はい、これが準優勝、ね、準優勝して、はい、技術戦ってどんなことするんですか、ちなみに。あ、そうですね、技術戦はお題目が決まっていて、こんな風に滑ってくださいみたいな、例えばショートターンとかミドルターンっていうんですが、ターンのその大きさを決まっていたりとか、コースが変わってその中で同じように滑ってきなさいみたいな、ジャッジ、審判、審査員、審査員がいて得点をつけて、それで順位を競うような種目なんですが、フィギュアスケートとかそういったのをスノーボード版みたいに思ってもらえればいいと思います。あ、じゃあ速さを競うわけじゃないんですね、はい、その美しさだったりとか、はい、そういったところを競うという、たまたま僕が使っている、私が使っているボードは、アルペンといってスピードを競うようなそういうレースをするためのボードをメインに使っているんですが、その中でカテゴリーがいくつか分かれていて、その中で準優しました。このボードでカテゴリーが分かれてるってこと？そうなんですよ、はい、よく皆さんが考えているスノーボードって、それこそオリンピックのハーフパイプとかで使うようなソフトブーツっていって、ちょっとやかめの靴と板も両側が丸っこい板を想像されると思うんですが、私の場合は先っぽはとんがってるんですが、下側はどっちかというとカットされていて、ブーツもスキルブーツみたいな硬いブーツを履いて滑るような、いろんなあるんや、はい、道具がちょっと若干、まあ、皆さんが想像するのとは違うですが、ありがとうございます。そしてそのあのボードと一緒に撮ったのはこれが、はい、あ、これがラベンダーリングのさっきお話しした写真になります。写真、はい、はい、自身はそこに、そうですね、僕も、はい、気象管センターどこかにいるという形で、はいはい、またもしよかったらまた見つけていただければと思っています。そしてその後、はい、これ今年の写真、ドン、おこれはもう選挙期間中の1週間選挙期間あるんですが、最終日の最終演説の後に、そうになりますね、はい、ご支援いただいた皆さんとこうコミュニケーションを取っているところです。これちょっと忘れないうちに聞きたいんですけど、なんでその後で聞いた方がいいかな、なんであれやったかっていうのね、はいはいはい、ちょっとじゃあ後で聞こう、仕事のところで。忘れちゃいません？大丈夫ですか？はい、忘れたら、はい、コメントで言ってください。そう、多分仕事と両立とかそういったところの話を多分聞いていきたいなと思ってるので、はい、はい、まあ、こういう写真がねあって、はい、やっていたと。で家族のことといったところにお話を移っていきたいと思います、はい、まあ、家族といってもどちらかというとご両親とか、はい、その実家のことだったりとかそういったところをお伺いしたんですけれども、はい、まあ、自分が癌になった時に家族にどうやって打ち明けましたか、ご両親にとか、はい、そういったご両親からどういったサポートを受けたらよかったなとか、こうしてほしかったなとかっていうのはあったりとかしますか、家族構成は。あ、はい、まあ、父がもう、若いというか父が61で他界してしまっているので、2012年に他界してしまっているので、うん、今、親は母のみになります。ここは、弟がいて、うん、で家族としては妻がいて、妻の親と弟さん、あ、お兄さんか、お兄さんがいらっしゃる。いらっしゃるという形ですね。はい、でご実じゃあ、そのお母様ですかね。はい、とかにはどうやってこうがんということをお伝えしましたか。はい、そんなに深く考えてなかったので、うん、まあ、最初は落ち込みましたけど、でもすぐその
5年生率 90% とか、8号目より 80% ってことがあったので、そんなに考えないで、明るい気持ちというか、深く考えないで、親には、ちょっと、病院行ったら、熱が出ちゃってさ、みたいな、結構軽い感じで話をしたんですが、やはり、自分の親っていうのは、すごくそういうのは、センシティブな部分みたいで、それこそ、もうすぐに、もう私は変わってあげたいみたいな感じの、暗い感じになってしまって。そうなのか。はで、ご兄弟もいらっしゃるん。い。はい。弟は、なんか、そういえば、お兄ちゃんってよく舌を噛んでたよね、みたいな話をされてて、あんまり自分としては記憶はないんですが、なんか寝てる間に舌を噛んでしまったりとか、歯並びの影響とかもあると思うんですが、寝てる間に舌を噛んで、よく枕を血まみれにしてたよね、みたいなこと言われて、それは気づくでしょ。まあ、そんなにも深く考えてなかったので、まあ、口内炎がよくできるなとか、まあ、舌を噛んじゃうな、みたいなぐらいで。舌ってたまに噛むじゃないですか。たまにね。はい。噛んでこう、ちょっと、いつまでも治らなかったりするじゃないですか。それがよ、まあ、しょっちゅうあったな、っていうぐらいで、あんまり深く考えてなかったんですが、なんか弟はすごい冷静にそういうのを分析してて、まあそうですか。あ、そりゃそうだよね、みたいな。はい。じゃあもうそれでまあご両親お母さんだったりとはか弟さんだったりとかからなんかその闘病中こういうサポートが良かったよとか、特にそういうのは普通に接してくれてなく。まあ、最初の入院の時は、あんまり来ないでくれって言ってたのもあって、家族はそこまで来てないんですが、2度目の、眼瞼の方には結構、来てくれてまして、ただ、平塚から東京の病院だったので、遠いっすよね。そういうのもあって、本当に自分の親、弟はあんまり正直来てなかったですね、回数としては。ただ、妻はほぼ毎日、それこそ生まれてまだ半年ぐらいの娘を連れて来てくれていました。まあ、じゃあ、配偶者さんに行く前に、じゃあ、お母様とか、弟さんとかの、その反応的には、まあ、先ほど言ったお母さんは変わってあげたいとかありましたけれども、弟さん的には、まあ、普通に冷静に受け止められてたっていう形でいいですかね。はい。その中で、配偶者さんの、まあ、すそいのま奥せん。さんの話、いえ、先に全存然じ上げ大ま丈夫、した。全然。奥さんにどうやって伝えました？一緒に、あれですね、告知受けたとかじゃないんですもじんゃないね。です。はい。一人で病院に行ってましたんで。どう伝えたんですか、奥さんに。がんを。まあ、彼女も、がんの研究をしていたってこともあって、がそっんに対しか、て免疫があったのそうで、そもうう素か。直にそれは話をしました。するとどんな反応でしょう。そう。まあもう、なってしまったのはしょうがないんで、最善策を探しましょうっていう感じの対応でした。別にじゃあ別に泣き崩れるとかっていうのもなはい、く、はい。今思えば、妻がすごいしっかりしてくれ、その点に関してはしっかりしていたので、私も、そっちを崩れる、なし崩れることはなかったんだと思います。その時はもうご結婚されてどれぐらい経ってました？奥さん。もう、1年ぐらいですかね。1じ年ゃあちまだょっまだとぐ新らい。婚さんじゃないですか。そうですね。じゃあそこで、その中で、奥さんにこれしてもらってよかったなとか、さっきね、今毎日のように来てくれたっていうのもありますし、逆にこうしてほしかったなっていうことはありますか？こうして欲しかったな。こうして欲しかったな、もしあればでいいですし、これが嬉しかったなっていうのもありますか？まあ、嬉しかったのはさっき言ってる通り、さっきも言ってたんですが、毎日のように来てくれたってことは、すごくプラスに働きました。こうして欲しかったなっていうのは特にない。もそうですね。う。まあ、やらなかったりす比較る的、こともわない。がまま聞いてくれたのかなと思うんで。同い年。いや、若いんですよ。9歳でした。リア充ですね。何回目ですかね、これ。そっか、やっぱサーファーやしな。いや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 。いや。岸何歳ですか、今。
僕今31。あ、じゃあ同じですかもしれないです。言っちゃった。いいんですね。別に大丈夫です。だって自分救済したって言ってる。はい、ましたもんね。ああ、そう。何つながりさ。マガリア中って言われそうなんですが。いやいや、全然言わないです、言わないです。はい。うん、まあ、サーフィンの注意で知り合いました。マジ、いいっすね。サーフィンか。じゃあ、湘南の人。じゃないですよ。東京の人。あ、東京の人で。はい、あ、じゃあ、ちょっと待って。サーフィンつながりにガンの研究してるってすごいな。なんか、考えたら。なんか、やほやほやしかいじゃんかいじゃん。マルハラ開催中。いやいや、いい。ね、いや、いいと思います、すごい。でその中で、まあ、お子さんがね、はい、できたんですよね、はいはい、あの結婚してから、はいはい、できちゃった結婚じゃないですもんね、はいはい、よかったです、はい、お子さんのこと、はい、まあ、あのご結婚されて娘さんがいらっしゃるんですよね、はい、はい、娘がいます。娘さんができてからのがんに宣告されていったという、はい、ことになりますけれども、はい、お子さんがいたということで、はい、そういったことに関して何かこう思うことがあったりだとか、はい、今何歳ですか？今4歳になりました。あ、4歳、はい。だからもうカミングアウトしたのかどうかとか、今後どういった時にもししてなかったらカミングアウトするかとか、そういったことをちょっとお伺いできたと思うんですけれども、はい、まずがんになった時は娘が半年、0歳6ヶ月ぐらいだったので、うん、まあ、がんについて特に何か、まあ、話しようがないので、うん、だから彼女はやっぱり毎日病院に来て私の姿を見ているので何かを感じていたんじゃないかなと思います。でその後も喋るようになってからもがんという言葉に対してもう喋本人が喋ったりしてるんで分かってるんじゃないかなって思っています。で私は喋り方がおかしいということも分かっているので、うん、はい、特に何かを伝えようと思ったことないんですが、彼女はもうそういったものを感じ取っているのかなと思っています。そうですね、はい、そっか。それからどうしてもね、だって喋り方がね、はい、他の人と違えばちょっとどうかなとか、はい、なんか絶対気になりますもんね、奥さんね。奥さんじゃなくて、はい、あと私は結構前向きに話をしちゃったりとか、それこそテレビに出て、たりとかしているので、ね、その中でガンガンっていう話が出ているので、彼女はもうよくわかっていると思います。うん、で、彼女には、パパ下半分ないからね、とか言って。あ、言われる。冗談半分、言われることもありますし、冗談半分でこっちも言うこともあるんで。まあ、それぐらいちゃんとわかってくれたらね、リレーションとかもね、はい、しやすいですもんね。はい、その中でコメントをいただいてます。まあ、あのちょっと子どものところではないのですが、まあ、さっきの手術の時に手術の痛みもさることながら移植した手や太ももも痛かったんでしょうねと、はい、痛かったですか？太ももそこら中痛くてそれどころじゃないですし、一番痛い ICU の間は、まあ、麻酔をバンバン効いてましたし、一般病棟といっても肺炎の方が辛くて、痛いのを気にしているのよりもそっちですかね。あとは肺炎ってきついですか？はい、もう一個は気管切開した加入例に痰が溜まるんですよ。でそれを、看護師さんにいつも取ってもらうんですが、それがなんせ痛くて痛いんや。痛いんですよ。取ってもらうのは、はい、傷運動よりもそっちの違う方が大変で。それを取ってもらうのはそれなんで痛いんですか？その機材っていうか、あれが当たるからとかじゃなくて。はい、あの細いこう透明のストローみたいな、うんうん、ちょっと固めの管でこの気管に穴開いたところにこう吸い取るんですね、うんうん、吸引器で。その管がやっぱ当たるので中に、それが痛いんや。それは結構痛くて、いやそうですね、ありがとうございます。あとあのはい、はい、あの奥さんががんの研究者であったことは心強かったですかと。そうですね、はい、打ち明けるのも考え、あんまり考え、何ですか、深く考えないで打ち明けることができましたし、何かあれば相談とまではいかないですけど話は聞いてもらえたので良かったですね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そんな中でお仕事のこと、はいはい、に入っていくのですが、はい、まあ当時ね、お仕事をされていて、どうやってお休みをもらったかということと、どうやってまず社会復帰をしていったか、はい、まあ、会社復帰をしていったか、はい、まあ、市役所ですけれども、はい、ちょっとまずそちらをお伺いできますか。はい、
がんになった時にどうやって休んだか、はいはい、よし、まあ公務員のところが幸いして結構休みやすいかったので、うん、もうがんが発覚した時点ですぐに上司に話をして、で入院の手はずも取らせていただきました。で初めのうちは流通中華を消化して、その後は、何と言うか名前で忘れちゃいました、仕事休むのって、仕事休むこと給食はいはいはい、そうそうそう、そのまんまですね、そのまんまですね、給食扱いにしてもらうのも、うん、公務員は1年半ぐらい認められているので、比較的休みは取りやすかったですね。で上司に言ったらすぐ休ませてもらいました。じゃあはい、もうもちろんもう、当時あもし差し支えなかったらいいんですけど、はい、当時市役所でどんなお仕事されてたんですか。教育委員会のスポーツ課というところで、はあ、スポーツのイベントをやったりとか、スポーツ施設の運営をしたりとか、そういった仕事を携わってました、はあはあ、そうですよね、なんか経理とかじゃないですよね、はい、もうスポーツですもんね。確かにもうイメージ通りでよかったです、はい、まあそのお仕事をしていて、はい、でそれで、まあ、上司に言ってすぐ休ませてもらって、はい、今日引き継ぎとかは大丈夫でした。そうですね、仕事を渡された方が大変でしたよね、はい、それは周りに上司が振ってってくれたって感じですか、仕事を。はい、もう本当に入院までも、2週間切っていたので、はい、本当にもう指数どころじゃなかったですね。もうすぐ辞めます休みますという中で、はい、で仕事の復帰はどれぐらいかけて仕事復帰していきました。最初の手術は、うん、もう2週間、どうしても自分じゃないとできない仕事があって、はい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 、それに戻るために、うん、8月末に退院して、はい、9月の中旬にはもう復帰してました。ですよね、はい、一番最初ね、はい、最初の頃は。9月中旬には復帰して、はい、俺しかできない仕事があるという形で戻っていて、はいはい、でどんな感じ、そういう仕事をできたんですか。はい、当時手話ダンスっていうのの授業に携わってまして、で高校生たちが手話パフォーマンス甲子園という鳥取県で行われているものに参加するのに引率をしなければいけなくて、もう他に引率がいなくて、もうこれはもうすぐに復帰して彼女たちを連れていかなきゃいけないと思って。引率もすんの。はい、しましたよ。鳥取まですごいな。でそういう仕事、まあ、仕事して、はい、で帰ってきて、はい、で発覚ですもんね。そうですね、もうそれだといろいろこう溜まっていた仕事とかをこなしているうちにもうすぐ見つかって、でまあ今度いよいよまた入院だと、うん、すぐ入院だってなりました、うん、でその時もまあ、はい、上司に休ませてもらって休職して、はい、そうですね、その時は結構もうまあ、しかもう本当無理やり休んだ感じになっちゃいましたね。だこっちも命のことなんで、昨日の言ってられなくて休ませてもらって、はい、休ませてもらって、はい、で復職するときは次は大丈夫で、大丈夫でしたっていうか、次はどう復職していったんですか、その2回目の復職は。2回目は、まず、はい、そうですよね、だって次職場復帰する前にスノーボードで復帰されてますからね。はいはい、どちらかというと、はい、ですよね。そうですね、はい、まずはスノーボードだったんですね、はい、大会があったからとか、まあそういうというか、まあ、ここでもうその12月の時点で医師に相談してやってみようと思ってたんで、うんうん、あまずはやってみて、はい、でまあ、どうせ死んじゃうんだったらもう後悔しない人生にしようみたいなところもあって、でスノーボードやりたいっていうのが頭に浮かんだので、まあ、仕事よりも先にスノーボードは来ちゃいましたね、うん、まあそうですよね、はい、スノーボード復帰してたらもうこっち復帰してたのがないですよね、さすがにね。そうですね、はい、職場復帰して、はい、その職場復帰はスムーズに復帰できました。いや結構大変でしたね、自分が思っている大変で。なぜ。でこう喋れないにもかかわらず戻るとそれまでと同じ仕事を求められるという部分があって、
それこそ電話を出るのも、もう病院に出なきゃいけないとか、でこれ、まあ、ちょっと後でも話しようかなと思った部分もあるんですが、もう職場にも、同僚とかにしっかりとがんの話をしていなかったせいで、そうなんですか、はい、上司が話してくれているもんだと思ったんですが、その辺、ちゃんとコミュニケーションを取ってなかったようで、職場復帰したら、まあ、同僚は当然同じように仕事をするもんだと思っていたので、その辺のこう意思の疎通がうまく図れてなくて、苦労した、ね。苦労しますね。はい、じゃあ、それで戻るじゃないですか。はい、言葉がねちょっと不自由になってるじゃないですか、はい、絶対聞かれますよね、はい、周りから、はい、その時はもうがんだったんだって言ってるんですよね、はい、言ってます、はい、だからその時はこうコミュニケーションとるも苦だったんで、あんまりこう話さなかったんですよね、自分からも。そこはすごい後悔してる部分ではあります。じゃあ仕事がそんなお求められてもできないと、はい、どうしたんですか。まあ、何とかやりました。一番困ったのは、うん、お昼の1時間って、来庁される方は、特にお昼休みとか関係なくいらっしゃるんで、昼当番っていうのがあって、そこで電話を打ったりとか、窓口に出たりしなきゃいけないんですが、それを全く同じようにやらなくちゃいけなくて、それが当時、こう喋れない自分の中ですごく嫌な仕事でしたね。一人だけでいなあかんから、はい、電話取るときとかも、はい、コミュニケーションが難しかったら誰にも触れないと、はい、自分で全部対応しないといけないと、はい、いうのがすごくプレッシャーだったってことですね、はい、ありがとうございます。でそんな中でね、ちょっとさっきも聞いたんですけども、その、はい、テレビ出てからの退職、はい、それは仕事を辞めていった理由とかって何があるんですか。さっきね少し軽く簡単におっしゃってましたけれども、ちょっと、はい、なんで辞めていったのかとか、はい、そういった聞いてもいいですか。ああ、はいはい、で2018年ぐらいに入ってから、うん、まあ、それまで、病気になったことでやりたかった仕事、やっていた仕事っていうのが結構取り上げられてしまった部分があって、引率、それは引率、まあ、引率もそうですけど、はい、で上司の配慮っていうのもあったと思うんですが、自分にしてみると仕事を取り上げられたっていう感覚、感触に追いやられたっていう感覚を感じてしまって、はい、こういう仕事がしたいとか、もっと話をしておくべきだったなって思いました。それがあれですかね、その仕事となんか その両立の大変さとかにも、はい、なんかおっしゃってたじゃないですか、はい、その両立するのが難しかったってそういったところもこういったことですか、はい、そうですね、まあ、一番はそのがんの対する偏見とか誤解っていうのがやっぱあると思いますし、まあ、まだまだもう病気、特に行政がそういうスタイルなのかもしれないんですが、減点法というか、はあ、はい、どんどんこうマイナスに評価されていってしまって、どんどんこう窓際に追いやられている感覚っていうのがあったんですね。これって個人の問題じゃなくて、もう社会の問題なのかなっていうのを感じまして。そっか、はい、そういう仕組みというか、そういう風潮だから、はい、こう窓際じゃないけど、はい、ね、はい、追いやられていってっていう感覚を考えたから退職して、はい、そしてあと立候補されたというような感じなんですか。はい、そうですね。で今じゃあ市議としてそういったところをこう変えていこうと思われているという認識でいいんですかね。はい、それこそ岸とか、はい、石口さんとかキャンサーペアの石口さん、はいはい、とかの活動を見ていると、やっぱこう社会貢献というかをしていきたいなと思いが高まりまして、で自分の今までのバックグラウンドを考えていくと、こういった市議っていう選択肢もあるかなって思いました。あ、すごいですね、そういう市議、よし一票、よし市民じゃない、市民じゃない平塚ではなかったです、ごめんなさい、はい、準備表示してください、はい、まあそんな中でじゃあお金どうしたのかといったところを踏み込んでいきたいんですけれども、はい、当時お金どれぐらいかかりました。もうざっくりなんですが、うん、まあ、もちろん高額利用制度があったので、うん、だいぶまかないたんですが、100万ぐらいやっぱかかりましたかね。それ1回目の手術と2回目の手術合わせて、はい、ああ、
そっか。はい。まあ、それ以外の生活費とかかかってますが、うん、100万円ぐらいかかっていたと、はい。保険は入ってました？保険がこれが、うん、健康保険は入っていたんですが、がん保険は入ってなかったんです。しかも、半年前に、ファイナンシャルプランナーの人と相談をして、がん保険見直したばっかりで。おいおい。で、その時に、うちがん保険じゃないんで、がん保険いりませんって。言った。断ってばっかりだったんですよ。まさか自分は。まさか、はい。そう、半年前ね。はい。実施も大変だったけど、知ってるんですが。そうですね。僕も保険は何も入ってなかった。ですよね。たまたま入っ、親がかけてくれて、医療保険が結構出たので。ああ、それで賄えた。それで、まあ、でも、トントン、まあ、少し赤字が出る、赤字出るぐらいですかね。あ、今日100万円弱ぐらいをじゃあ出たってこと、その医療保険。まあ、なんだかんだで、はい。よかったよかった。じゃあそれでお金は、まあ、工面できたって感じ、はい、利用保険の方で。そうですね、親が入ってくした方で、はい、自分はそのファイナンシャルプランナーに、そうそうそう、自分が断っといて、断っといて、はい、結局親がさせてくれたみたいな。うん、あ、じゃあそれで一応そうですね、出たのであれば、ね、はい、よかったです。そんな中で辛い克服という中で、はい、肉体的と辛い、あの精神的、いろんな辛いタイミングがあると思うんですけれども、はい、それぞれどう辛くてどう克服していったかっていうのはですね、今あの結構苦しんでいらっしゃる患者さんもいらっしゃるかもしれないので、はい、そういう実体験からお願いできたと思うんですけど、肉体的につらかった時っていつですか？肉体的はやっぱり退院後ですかね。一番は退院後、1回目の手術、2回目、2回目の手術の退院後が。それはなぜ？はい、まず一番は喋れないってことなんですが、喋、れないことに関して病院でアレルギー、スレルギーで食べやすい食事が出てくるんですが、うん、いざ家庭に戻ってみると、まあ、妻が作ってくれるとはいえ、なかなかこう自分が食べやすい食事じゃなかったりとかするの で時間も人の倍以上かかるんですよ。うん、そういったのが本当に大変だったなっていう部分と、あとは一番は喋る方ですね。喋る方が本当に通じなくて、一番トラウマになったのは、コンビニに行って、レターパックライト。はい、レターパックライトあります。青いやつですね。これが、全く発音できなくて、で、職場にどうしても送らなきゃいけない書類があって、レターパックライトを近所のコンビニに買いに行ったんですが、店員さんに伝えたら、もう私の喋り方を聞いた途端に、もうすいません、すいませんって言って、バックヤードに入っちゃったんですね。それで、もう本当にトラウマになって、あ、もうこれは、社会が見放されたなと、で孤独感とか疎外感を感じまして、もうこのまま死んじゃおうかなって思うぐらい追い詰められました。でちょうど湘南国際マラソンがその時あって、そこに硫化水素で自殺した車が止まっていたって、硫化水素で、はい、ニュースがあって、もうそれからずっと寝っ転がってインターネット、スマホでそれで自殺サイトばっかり探してましたね。そのままで行ってたんですね、はい、結構落ちましたね、レターパックライトから、はい、まさかの、まさかの、はい、まさかの硫化水素まで、はい、やっぱラの行が言いにくいとかあるんですか？はい、ラ行、あとイ列、あ、イ列、あ、イの列、イ1、7、2の列とラ行、これがすごい言いにくくて、でレターパックライトってレとラが入ってるじゃないですか、うん、それ言えなかったら結構何言ってるか、はい、そうですね、分からなくなっちゃいますもんね、はい、分かんないですよね。はあ、それも訓練して良くなるもの、まあ、今は全然言ってますけど、はい、はい、もう4年経つとこのぐらいにはなりますね。もちろんリハビリもある程度必要だと思いますが、舌が半分なくてもこのぐらい喋れるぞというのは、これを見て分かっていただけるかなと思います。まあ、そのあれですね、それって精神的なところでドンと落ちたと思うんですけど、はい、その肉体的なところでやっぱそのここと腕と足も切ってるじゃないですか、はいはいはい、そこら辺はどうなんですか、はい、動かすのつら大変とか痛いのもそうですし、はいはい、動かすのはその首の頸部覚醒をすると右肩が神経を触ってしまう感じで上がりにくくなるんです。今はもう動くようになりましたけど、うん、当初は動かなくて、うん、あと未だに残っているのはここの皮膚を取った感じで親指のしびれが未だに残っています。しびれてる、今もしびれてる、今もここはしびれてる感覚はあるんです。じんわりとですか、あります。
そうですね、せっかく言っていただいた、そう、後遺症のこと、はい、その後遺症、まあ、親指のしびれだったりだとか、はい、他にどこの後遺症が残ってますか？あるとす後遺症、まあ、サッカーの突っ張りでしたね。さっきもお話しました、雨の日なんかは本当にこうずっとこう失敗してる感覚が常に。今はもう上がるんですよね。上がりはします。うん、当時はもうここから上がらなくて。でもだんだんリハビリしてた。これはリハビリで上がるようになります。ちょっと無理して動かしてればだいぶ良くなるんだって。中には神経切っちゃって上がらないっていう方もいらっしゃるので、そういう場合も障害手帳もあってって感じになっちゃいますね。ありがとうございます。反省失敗、あの時こうしておけばよかったなということはい、ありますか？はい、仕事のところでもお話をしましたが、はい、もっと仕事、仲間、職場の仲間とコミュニケーションを取っていればよかったなって思います。あんまりじゃあ言ってなかったから、まあ、自分から言う、ね、上司から言ってくれてると思いますもんね、はい、帰ってきた時にね。でも自分の口やっぱ伝えないとダメだなとは思いました。で当時本当に喋るのが嫌で、極力喋らないようにはしていたので。え、じゃあその時にコミュニケーション何で取るんですか？筆談とかするんですか？今日頑張って。まあ最低限取らなきゃいけない人とは取ってたんですが、取らなくても済んじゃう人とコミュニケーションを取らなかったのが失敗だったなと思いました。実は同じ職場で直接仕事が関わりがなくてもやっぱり同じ空間にいていれば向こうは心配してくれていると思うんです。そこで自分の言葉で伝えるっていうのがすごい大事なんだなって思いました。自分の言葉で伝えるね。まあ、人に任せるだけではなくてちゃんと自分でやると。はい。はい、ね。はい。コメントでね。はい。その浜さんから、はいはい、同じ頭頸部がんサバイバーとしてまた同じ病院に治療したものとして全て共感できることばかりですと。滑舌、気管切開、カニューレ、これですね、あの首に入れる、首に入れるやつ、はいはい、で移植手術、仕事復帰、食事のこと全てです。りょうくん今は滑舌問題ないよって上から言われてます。はい、はい、ここから言われてます、はい、素晴らしいです。りょうくんの復帰は間違いなく同じ境遇の仲間の励みになると思いますという、はい、もう締めていただけるような言葉をいただきましたけれども、はいはいはい、それです、はい、ということでね、はい、そんな中で、はい、医療者へって言ってとかで、はい、医療者、まあいろんなね、まあ今日も医療者の方いらっしゃってくださってますし、はい、まあ本当に何ですかね、これを見てくださって看護師さんだったりお医者さんだったり、その本当に、はい、作業療法士さんっていろんな方いらっしゃるので、はい、もちろん言語療法士さんも、はい、ちょっとなんか医療者に対して、はい、こうしたことは嬉しかった、はい、けどこうしたことをちょっと改善してほしいと、はい、もしあればお願いします、はい、まず嬉しかったことなんですが、うん、担当してくれていた看護師さん、副長さんが毎回この仕事に切り替えのタイミングで私を外に連れ出してくれてたんですね。まあ、外にベランダとかそういったところなんですが、そこで話を聞いてくれました。おそらく半分も伝わってないと思うんですが、でもそうやってコミュニケーションを取ってくれて、その時からやっぱり夢を語らせてもらってました。そういうふうになかなかたくさんの患者さんを抱えていると難しいとは思うんですが、やっぱり親身になってくれると患者としては前向きになれるし、すごくいい体験をさせてもらったなと思っています。ありがとうございます。逆にこうして欲しかったなっていうのはあります、はい、でさっきも話がありましたが、うん、気管切開のカニューレの痰の取り方が雑、なんか回すんですよ、こうやってあ回してシューって取るんですよ。なんか回すとすごく痛くて、できればこう丁寧に取ってもらえるといいなみたいなところです ね、 ちゃんとね、はい、痛いですかとか聞かれへんの？もう聞かれないです、当たり前のように、はい、やる部分があったので、ちゃんと丁寧に一回やってみたら分かると思います体験してみろと。体験してみると分かる。ありがとうございます、はい、でキャンサーギフトといった中でですね、はい、まあ、がんになって失ったこともいっぱいあると思うんですけれども、そのあえて得たもの、得たことって何でしょうか？
やっぱり、一番は、夢、なんていうか、チャンスアゲスト、解散。得たもの、得たも得たもの、の。得たうん、得たももの。の、がになって。輪になって得たものっていうのは、一番は、仲間、家族、仲間の存在に気づけたことかなと思います。家族の支えがなければ、がんを乗り越えることもできなかったと思いますし、スノーボールで活躍できたのも仲間の支えがあったからですし、選挙で当選できたのも仲間の力があったからこそだと思います。で、今までって、なんか行き当たり前みたいなものだったと思うんです。家族とか、仲間、友人というのは。でも、それって、なんかすごくありがたいことなんだなって、自分の周りにいてくれるのって。っていうのが病気になって気づいてました。仲間ね、そうですよね。普段ね、いたら当たり前だと思いますもんね。家族もしかり、横、その本当に近くにいる人しかり、そのありがたみに気づけたということですね。はい、ありがとうございます。そして夢、今の亮さんの夢何でしょうか。これまで結構こう夢を比較的叶えられてきたかなと思うんですが、この後やりたい夢としては2つありまして、まずスノーボードの全日本自主選手権大会で優勝したいっていうのがあります。やっぱりがんじゃない人の中で私が活躍することっていうのは、今苦しんでる人たちの励みになったりとか勇気希望につながってくると思いますので、これはなんとか達成したいと思っています。次1個聞いていいですか。現実問題として、僕聞きたかったのは、市役所職員でありながらスノーボーダーでもあり、今市議会議員でありながらスノーボーダーでもあるじゃないですか。両立どうやってるんですか、それは。あれですか、イメージ、埼玉県庁のマラソンされる川川内ささん。んっていうようなイメージでいいんですか。それこそ休みの日に練習して、休みの日に大会出てですね。有給休暇も比較的取りやすかったので取らせていただきましたが、あくまでも公務員としての仕事があった上でのスノーボーダーとしてやってきました。ありがとうございます。だから今もうね、市議会議員でもありながらスノーボーダーでもあって、全日本にも出られているということですね。もう一もうつの一つの夢。方は、ここで市議会議員に、皆さんにご信託をいただいて、やらせていただきましたので、がんだったりとか、病気もそうなんですが、生きづらさを抱えている人たちの、すみません。大丈夫、大丈夫です。生きづらさね、めっちゃいろんなね、人たちがさっきね、窓際に追いやられたじゃないですけれども、社会がね、人が言われるんじゃなくて、社会がちょっとね、そういう慣習に染まってしまっているところもあるので、そういったところをぶち破る。生きづらさを抱えている人たちのもっと暮らしやすい社会を作っていきたいと思っています。それは本当、がんに限らず、病気もそうですし、障害だったりとか、それこそ LGBT とか、さまざまないじめの問題とかもさまざまあると思うんですが、そういった生きづらさを抱えている人たちも、誰もが暮らしやすい社会というのを作っていきたい、そういうのが私の夢になります。そうですね。もうゆくゆくはね、参院選に出てるかもしれないですね。もうそうですね。21日は参院選ですね。そう、21日がね、来週が。ありがとうございます。そういった本当にいろんな患者さんだけじゃなくて、市民の、ね、ためにも夢としてこう向かっていっている、そういった亮さんでした。そしてペーシェントジャーニーといったものをちょっと今回ですね、でも最近ちょっと付け加えさせていただいているんですけど、今までの話をちょっと、まとめてちょっと言っていきたいと思います。亮さんのペーシェントジャーニー、こんな感じでございました。35歳から39歳、今40歳ですけどね。まず最初に結婚していって、そして娘さんが誕生していくと、人生こうピークなんじゃないかぐらいのね、ことへ来ているのですが、そこで全日本6位、スノーボード SB ですね、SB が6位になって、そんな中でがんの発覚をしていくわけですね。
で、がんの発覚していって、まあ、最初なので1回目は手術していって、はい、そして職場復帰して、引率していくわけですよね、鳥取までね。そうですね、はい、引率していって、でその後にまた、はい、その団胆陽性ってやつか、はいはい、ちょっと残ってるかもしれない、はい、いうことが分かってからの、再発手術をしていくと。でちょっとだけ上がってるのは、あ、ちょっと一、あ、ちょっと退院して、はい、ちょっと上がっていって、でその退院していくんですが、その後に、はい、自殺願望、はい、さっきのレターパックからの、そうですね、はい、あ、やつがここなんですよね、はい、あ、その時は一番低かったってことですね、はい、あの辛かったと。でそこから上がっていきます、社会復、職場復帰していって、はい、この前にあれですね、スノーボード復帰って書かないといけないですね、まあ、職場復帰していって、でその後に、はい、日本全日本5位のデモンスインストレーターになると。あ、デモンストレーター、デモンストレーターか、ごめんなさい、デモンストレーターに、はい、なって、でそこからまあ普通に戻っていってからの、もう一回山が日本全日本に、はい、すごいですね、なっていて、でまた普通の生活を持っていっては全日本8位、はい、そして先ほど言った平塚市の公演、そしてラベンダーリングがあって、そしてテレビ出演していってから、おお、どんどん行くなと思ってからの下がっていくのは、はい、がんと仕事の両立悩んで、はい、さっきの話ですよね、はい、悩んでいた時に、その時に退職を決意して、はい、で市議会、市議選の立候補を決めて、はい、でそこからまた下がってるんですね、はいはい、不安に駆られる、不安なんかいっていうあれもあるんですよ、はい、この結構不安でした、やっぱり。そうですね、はい、あの周りの人から公務員辞めて立候補するなんてバカじゃないのとか言われまして、もったいないとか言われて、なんかそういう声がすごく多くて、なんかこれ失敗したのかなっていう思いがありました、うん、ただその周りの声も曲げめげず、はい、活動していって、そして当選していくと。そうですね、4月ぐらいになり始め、4月の21日が投票日だったんですが、4月に入ったぐらいからなんか頑張れとか応援してるとかって声がだんだん聞こえるようになってきて、それでお気持ちが盛り返しましたね。ああ、そうですね、ありがとうございます。今ねコメントでも、あの猫舌さんというね、あ、あの、はい、はい、あのもう中部地区岐阜の方で、はい、あのすごく一緒の舌がお患って、舌がん専用の方が舌がんですよね、舌ですね、はい、はい、リオさん応援してますと、はい、一緒に頑張りましょう、はい、その一緒に頑張りましょうというメッセージをですね、まあ、いろんなあの患者さんもいらっしゃるので、今闘病中のあなたへといったところでですね、はいはい、あちら あのカメラに向かってですね、はい、リオさんの闘病中のあなたへのメッセージを入れていただければと思います。どん、はい、お願いします、はい、どこでしょう、はい、そこで、はい、不撓不屈という言葉を選びました、はい、苦労や困難にくじけない様を表しているんですが、諦めなければ必ず夢は叶えます。頑張りましょう、はい、ありがとうございます。不行不屈、不当不屈、ごめんなさい、うん、そうね、漢字ちょっと俺も漢字勉強しながらな、はいはい、と言った中でやっぱね、諦めなければちゃんとあのやりなりたいものになれたりだとか、本当にそれをね、りょうさんが体験してくださってますもんね、体現してくださってますもんね、はい、本当にこれからも夢に向かってね、はい、2つの夢があるとおっしゃっていましたけれども、はい、スノーボードとしても活躍し、そして社会も変えていくと言ったことを、りょうさんも頑張っていくので、皆さんも一緒に頑張っていきましょうということでもいいんですかね、はいはい、すぐね、りょうさんが頑張っているかどうかっていうのは、すぐね、あの平塚市議のね、あのホームページとかね、議事録とか見るとすぐ分かるんで本当に、まあ、まあ、皆さんでチェックしてね、いていただければなと思っています。はい、それではですね、今日のがんノート、最後に、インフォメーションをお伝えして終わっていきたいということを思っています。はい、まずがんノートはですね、最初にも冒頭にもお伝えしましたように、皆さんのご支援によって成り立っておりますので、ぜひ、ホームページからご支援をいただければということを思っております。またですね、山口県のリフォームマイスター、周南ペイントマイスター山口を運営されております傍聴公務様、そして生きるを作るのアフラック様、そしてグローバル企業の IBM 様にご支援いただいております。ありがとうございます。はい、
では次回ですね、はい、4月21日日曜日にですね、これまたあの大腸がんの一つの種類にはなるんですけども、すごくこれまた珍しい、まあ、虫垂盲腸のところですよね、はい、のがんの経験者の永井さんに来ていただきますので、はい、超絶美人なので、はい、また皆さんあの、ご期待いただければなということを思っております。またですね、あのガンノートはですね、皆さんのチャンネル登録によってですね、あの、まあ、していただけると、この放送の時に、まあ、通知とか行きますので、ぜひチャンネル登録もお願いできたらなと思っています。はい、そういった中で終わっていきたいと思いますけれども、ちょうど90分ですが、どうでした、はいはい、今日やってみて、はいはい、いや、あのちょうど1年前に自身とお会いして、うん、で約1年がかりで、前回ジャパンキャンサーフォーラムから初めてお会いしたんですよ。で、ね、うん、その時から出たい出たいって言ってて、出させてもらって、もう本当に嬉しく思ってます。いやいやいや、こちらこそ本当に、ね、なかなかその、はい、その後ね、夏の後だったんで、その後ね、はい、あのスキーのシーズン、じゃスノボーのシーズンが始まって、うん、あれだったんですけど、ようやく今回こういった形で飛躍がシーズンまでになられてね、はい、出ていただいてっていうのをすごく僕も感慨深く思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に90分楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は皆さん本当にあのお時間いただきましてありがとうございます。また、21日お会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。